こんにちは、競馬エイトの横山です。佐藤です。佐藤、終わっちゃうね、夏もね。終わりますね、ついに。最終週、はい、最終週もね、はい、まあまあいいことなかったけど、まあ、最後くらいね。ね、暑いですね。いいことあった。まあまあ、負け的には結構良かったです。ああ、そうか、そうか、見て見た、予想で自慢してたの見て。まあまあ、最後ね、じゃあしっかり当てて、そうですね、ね、はい、秋競馬突入したいと思います、はい。今週はね、新潟記念、どうですか、まずは。まず、そうですね、関東馬がちょっと、そうね、パッと見でも、しりつけていい馬が、そうね、っていう感じなんですけど、ね、一頭二頭いるか。そうなんですよね。ね、ちょっと関西馬優勢だね。優勢ですね。じゃあ、うちからちょっと行っていきましょうか。はい。エクスペディション、はい、これどうですか。もともと結構馬なんですけれども、うんうんうん、今週合わせた同じ厩舎の、うん、ニュータイナスティ、ね、はい、これがちょっと抜群に良かったんじゃないですか。抜群に良かったね、これがね。ね、これに全然絡まなかったですからね。そうね、はい、なんか前回あたりでも半路で 50.6 で動けてるぐらいなんだけど、うん、今週はちょっと追いつかない感じでね。そうですね、うん、ちょっとね、評価下げるわけじゃないんですけど、うん、ニュータイナスティの評価をむしろ上げたいような、うん、良すぎたね、うん。あとはやっぱりこのまま使い出して、ナルオ記念から、そうです、ね、4走目だから、うん、まあ、一応本戦がね、前回小倉校舎ということで小倉記念だったと思うんですけど、ちょっとピークを超えた感はね、ちょっとそこ勝負かけて、ちょっとね、それ以上の上がり目はないでしょう。そうですね。カルドブレッサってのはどうでしょうか。まあ、これちょっと良かったんじゃないですかね。いいね、いいですね、動きがね。単走だったけどね、非常に回転速くてね。そうですね、高速をね、もうグイグイ。うん、進んでましたね。でこの馬ね、まあ、週末ちょっと雨降りそうなんですけど、そう、台風が来てね、ちょっと日曜日まで傘マークついてたんですけど、そうですね、そういう馬はこの馬6回走って4回馬券になってるんだね。そうですね、得意ですからね。だからそういうような走りだってね、四輪駆動のちょっとパワフルさがあってさ、はい、まあね、ディープサンクとかとは全く違うような ね、 そうですね、うん、逆のね、馬力型の走りでね、はい、これはそういうのもプラスなんじゃない、はい、立ち良さそうね、はい。サンシャイン、どうでしょう、はい。まあ、これもね、うん、まあ、ポリトラックでやっぱ時計的には早いんですけれども、はいはいはい、時計が出るんですけれども、うん、反応はすごい良かったと思います、ね、反応良かったね、すごい小気味よくてね、うん、まあ、1回使ってさほどね、反動なく迎えられそうですね。そうですね、はい、そう以上の状態で臨めるんじゃないでしょうか。そうですね、はい。ダーコールってのはどうでしょうかね。ちょっとうちの評価的には採点7がついてるんですけども、うん、ね、ちょっと僕的にはね、まあ、道中フラフラしてるし、最後なんてちょっと足上がってる感じしましたね。確かにさ、下見ると馬場の荒れた時間帯っぽいんだけど、うん、それにしてはね、ちょっとね、ゴール前荒々だったん で、 そうです、ね、これもちょっとね、ほとんど休みなく来てるんで、そう、前走がピークっていうような意味になりますね。俺もちょっと下げたいね、これがね、はい。トレイルブレイザー、トレイルブレイザー、前回ね、9試合って話で2着来ましたね、来ましたね、はい。まあ、今回遅れましたけれども、うん、まあ、相手がちょっと走りすぎた感はありますよね。そうね、はい、それもともとコースでストライド伸ばして走る馬なので、うん、そうそう、ハンデの遅れはそんなに気にならないと思います。そうね、はい、最後、まあ、遅れたんだけど手先もしっかり最後ビシッと伸びてたし、はい、時計的には出てるんで、まあ、前回よりいいでしょ。そうです ね、 ね、前回全く動いてなかったからね、はい、コースでね、はい、はい。ニューダイナスティは先ほど言いましたね、これはもう抜群ですね、はい。ファタルモルガーが、うん、どうかね、なんか見劣ったね、うん、ちょっと平均点かなっていう、ちょっとさ、480キロもあるくせに、うん、体で厚みがなかった、そうだ、パンチ力がなかったね、うん、これもなんか、まあ、1回使ってまた2ヶ月の休み入ったわけでしょ、はい、うん、ちょっと振り出しに戻った感があるね。戻った感はありますね、はい。最後、関東のエースなんですけど、これがブリッジクライム、はい。まあ、51キロでちょっとね、馬券的にはそそられるところがある、そそられるね、新潟校舎で夏場もレーン外してなくて、はい、今まで佐藤を今週の行きに、ちょっとね、直線がね、なんかふわっとしたふわっとしたね、うん、まあ、やっぱ気象が難しい面があるんで、そうね、向こう町でちょっとガツンと行っちゃったところがあったんで、うん、その分ちょっとゴール前は馬なりっぱいみたいなの売り切れてたね。そうですね、だから競馬行ってもこれ折り合いが鍵じゃない、そうですね、この馬はね、はい、だからそれちょっと蓋開けてみないとわからないところもあるんで、ペース次第っていうのもあるんで、はい、まあまあ、あんまり褒められなかったね。そうですね、じゃあということでニューダイナスティ、はい、それとカルドブレッサっていうのがおすすめっていうことで、そうですね、我々のね、はい、はい、以上です。